まだ買い物かかりそう？今日は買い物に連れてきてくれてありがとね。いえいえ、ちょうどお出かけ先が一緒でしたから。それにパンクして動けないって言っていたので。本当に困ったよね。朝から買い物に行こうと思ったら車がパンクしちゃって、車屋さんに持って行ってからお買い物に行くのめんどくさかったし、偶然たまたま買い物に行こうとしてた由美子さんに会えてよかった。私も今日は買い物に行くつもりだったので、同じアパートに住むママ友同士助け合いましょう。さすが、助かるわ。でも買い物は良かったんですか？飲み物だけ買ってすぐに車に戻りましたけど、何か買い物に来てたんじゃないですか？いいのいいの、ただ飲み物を買いに行きたかっただけだから。それなら徒歩3分のスーパーでも良かったのでは？ここにしかない限定品なの。え？買ってたのどこにでも売ってるジュースでしたよね。まあ細かいことはいいじゃない、私のことは気にせずにお買い物楽しんで。申し訳ないので、できるだけ早く終わらせますね。車で一人待っていただくの気が引けますし。いいからいいから、私のことは荷物だとでも思って考えなくて大丈夫よ。だからゆっくりじっくり買い物して。3時間くらい買い物してくれたっていいから。さすがにそんなにはしません。それじゃあ買い物が終わったらすぐに戻りますね。はいはい。私の名前は由美子。今 LINE をしているのはママ友の陽子さん。今日は朝から買い物をしようと駐車場に行くと由美子さんに話しかけられました。彼女から車がパンクしてしまったから一緒にスーパーまで連れて行ってほしいと頼まれ、私は毎週土曜日にそのスーパーに行くようにしていて、陽子さんもそれを知っていたので、もしかしてわざと待っていたのかなと考えてしまいました。実は彼女はママ友の間では有名な迷惑ママ友だったからです。そしてやっぱり私の予想は的中しました。陽子さん、陽子さんどこにいますか？どこって車に決まってるでしょ。車で来たんだから車以外にどこにいるのよ。その車がなくなってるから聞いてるんです。今買い物終わって帰ってきたんですけど、車ごといなくなってるじゃないですか。もしかして勝手に車運転してるなんてことないですよね？してるわよ。はい？ちょっと近くのコンビニに行きたくなったから借りちゃった。お買い物して帰ってくるからちょっと待ってて。勝手に人の車を動かすなんてどういうつもりですか？私に鍵を渡した由美子さんの責任でしょ。車の鍵を渡したっていうことは最悪運転されてもいいってことだから。そんなことにはならないでしょ普通。私は買い物が終わったから歩きたくないという陽子さんに車に乗っててもいいですよって鍵を渡したのに、もし車を使うのであればちゃんと事前に言うべきですし。別に減るもんじゃないからいいじゃない、ケチな人ね。ガソリンは減りますけどね。はいはい、とりあえずそっちに向かってるから待ってて。荷物も結構あるので急いでくださいね。あ、でも絶対に事故とか起こさないようにお願いします。合点承知のすけ。ですがその日彼女がスーパーに戻ってきたのは1時間以上経ってからでした。近くのコンビニに行っていると言っていたのに、なぜこんなに時間がかかったのか私は不思議に思っていました。待っている間荷物は重いし寒いしで最悪の時間を過ごす羽目に、彼女と一緒にお買い物行くのは金輪際やめようと心に誓いました。ですがその数日後また事件が起こったのです。あの、私の車知りませんか？なんか見当たらないんですよね。車なくすことなんてある？どういう生活してたら車がなくなるの？今日朝から電車で実家に帰る予定だったんです。でも都合が悪くなって今日は行けなくなって、それで家に帰ってきたら車がなくなってるんです。へえ、そうなの。でもなんでそれを私に言うの？私が車を使ってるとでも？実はさっき他のママ友から連絡があって、私の車に陽子さんらしき人が乗ってたけど車貸してるのって。あら、もうバレちゃったの？これだから田舎嫌なのよ。あなたも急遽帰ってきちゃうし。人の車を勝手に使うなんてどういうつもりですか？立派な犯罪です。あなたが実家に帰ることを知ってたから、その期間車がかわいそうじゃない？誰にも乗ってもらえないなんてかわいそうだと思ったの。だから私が使ってあげなくっ
ちょっとね。意味がわかりません。というか車の鍵はどうしたんですか？私は自分で持ってますから、なくしたりしてないですし。ああ、作った。は？だから作ったの。この前あなたと一緒にスーパーに出かけた時があったじゃない？はい。その時少しだけ車を借りたでしょ？その時にスペアを作ってもらったの。意外と早くできて助かった。助かったじゃないでしょ。逆に怖いんですけど。それを普通に私に打ち明けられる意味もわかりませんし。だから借りただけでしょ。車借りるためにいちいちあなたのところに行くの面倒だから鍵を作ってあげたの。その方があなたも楽だと思って。楽も何も車貸しませんから。というよりご自身の車どうしたんですか？パンクも嘘だったんですよね。キャー、バレちった。テペロー。ちょっと事情があって私の車は使えないの。明日の朝には返すから許して。不倫相手の人と一緒にいるからですよね。それでバレないようにご自身の車を使えない、違いますか？え？今は不倫相手の人といるんですよね。違うわよ。言いがかりはよしこちゃん。車を見たママ友にいろいろと教えてもらいました。旦那さんではない人とホテル街に消えていったそうですね。私の車でなんてことしてるんですか？旦那には内緒にしてね。私たちママ友の仲だから言わなくてもわかると思うけど。あー、すみません、わかりませんでした。私たち相当仲が悪いのかもしれませんね。だってもう旦那さんに言っちゃいました。は？車が勝手に使われていること、不倫をしていること、勝手に私の鍵のスペアを作ったこと、洗いざらい全部話しました。何してんのよあんた。頭おかしいんじゃない？この状態で逆ギレできるなんて、陽子さんこそ頭おかしいんじゃないですか？どうしよう、困ったわ。どうにか言い訳手伝ってくれない？手伝ってくれたら3000円あげるから。いりませんよ。金額の問題じゃないですけど、提示するのが3000円っていうのはどうなんですか？なら3580円。お金はいらないので車の鍵を返してください。旦那さんそちらのホテルに着いたらしいので、その後車を返しに来てくださいね。そんな。その後陽子さんは旦那さんと無事に合流できたそうです。申し訳なさそうな旦那さんと顔面蒼白の陽子さんが家に鍵と車を返しに来てくれました。迷惑料としてお金を少し旦那さんから受け取り、今回だけは許してほしいと言われました。私もすぐに帰ってきたこともあり、大事にするつもりはなかったので、今回はそれで丸く収めることに。ですがその2ヶ月後に、また私の車がなくなったのです。もしかしてなんですけど、また勝手に車使ってます？もう次はないって言いましたから、今回は警察に通報しますね。あなたのせいで離婚になりそうなのよ。ことの重大さが分かってる？ことの重大さが分かってないのは陽子さんです。スペアの鍵は返してもらったのに、なんでまた。2本作ってたからに決まってるでしょ。バーカバーカ。バレた時のために3本ストックしておくものよ。なるほど。でもその車早く返した方がいいですよ。脅したって聞かないから。旦那とは離婚になりそうだし、もう誰に迷惑かけても関係ないもんね。今日は家族みんなでお出かけするんでしょ？車がなくちゃお出かけはできないわね。お子さんはさぞ悲しんでるでしょうに。その車パンクしてますよ。は？パンクです。わかります？それくらいわかるわ。昨日の夜道路にあった何かを踏んじゃったみたいで、タイヤ2本パンクしちゃったんです。だから今日のお出かけは旦那の車で行ってますよ。帰ってきてから修理に出そうと思ってたんですけど、その車走ったら危険だと思いますけど。そんな、道理でさっきから走りづらいと思った。というか今車で走ってるんですか？当たり前でしょ。携帯しながらパンクした車運転するので危険すぎると思いますけど。まあパンクしてなくても車で携帯はダメなので。そんなこといちいち言わなくても分かってるから、バーカ。あー、え、やっちゃった。痛い。ちょっとどうしちゃったんですか？頭でもおかしくなりました？車ぶつけちゃった。はあ、マジで何やってるんですか？
よそ見をしててガードレールに突っ込んじゃって、なんとか車からは出たんだけど、肩と足がすごく痛いの。助けて、ユミコさん。私に助けを求める前に救急車を呼んでください。人の車を勝手に使って事故をするなんて悪い言い方ですけど、全部自業自得です。痛いよ。もうこんなことは絶対にしません。神様に誓います。すみませんでした、神様。改心しますから。本当に申し訳ありませんでした。神様に謝る前に私に謝ってはどうですか？あなたの車を使ってから不幸なことばかり。旦那に不倫がバレて離婚って言われたり事故にあったり。この疫病神、治療費払ってもらうから。少しでもかわいそうだと思った私が間違ってました。離婚は自業自得ですし、私には関係ありません。それに私の車で事故を起こしたんですよね。そうよ。治療費を払わないのは当然として、私の車の修理費お願いします。修理費？どれくらい車壊したか知りませんけど、修理ができないようなら買い替えも検討しますね。そんな、ただでさえ旦那からも慰謝料請求されるのに。私には関係ないので、というか早く警察に通報したらどうですか？詳しい修理の話はまた後日。そんな。陽子さんはその後病院に行き、骨にひびが入っていたそうです。そんな彼女は私に治療費を払え、など言っていましたが、もちろん無視して被害届を出しました。車両の窃盗に加え、不法侵入ということで懲役もあり得るとのことでしたが、陽子さんは車の修理費用と別に示談金を払いますと謝罪してきたので、示談に応じたことで実刑だけは免れたようですが、50万円以下の罰金となりました。旦那さんからも当然離婚と慰謝料請求、慰謝料と私への支払いもろもろと入院費用と刑事罰の罰金を一気に払う羽目になり、彼女は唖然としていました。しばらくは働けないし車もなく、引っ越しもしないといけない彼女は、これからどうするつもりなのでしょうか。ま、自業自得ですよね。皆さんも、こんなママ友にはご注意を。ご視聴ありがとうございました。動画の評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。